何？五条くん。すみません、勉強不足で。そのヌルジョ2というのは初耳です。マジか。じゃあざっくり説明するね。2000 años más tarde。 主人公は学園長命令で地獄部に入るんだけど、そこで部員の女の子どうしよう。ゲームに疎いからかな、全然話についていけない。地獄部セドレ、そんな内容のゲーム本当にあるんだろうか。はっ、もしかしてからかわれているのか。というノリが分からなくて気づかなかった。でね、さっきの選択で ネタなんかじゃない。北川さんは1ミリもふざけてない。